ファミマが好きだからさ、はい、俺はファミマここをうわーって思ったんだけど車止められないから、うん、止めるところ欲しいね。あーそうね、コンビニね、そう、都内はね、なんかね、あのやっぱ俺考えちゃうの、やっぱ考えるよ。考えない何よ、え、いや全然今そのさ違うこと考えた。なんで、どんなんでだよ。いや、でもこれファミマのこと考える。ファミマのこと考える、なんでだよ。でも俺どっちかローソンセブンのことじゃなくて、まずファミマの考える。なんやね、ファミマ派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 っつって、あセブン派ローソン、なんかローソン歯つけにくいねローソン歯つけにくいね。なんなんで。あら、あ、ミニストップはどうなの。かわいい。ミニストップってかわいいだってさセブン、ファミマ、ローソン、うん、ミニストップだよ。いっちゃんかわいいじゃんこのネーミングセンス。ミニストップね。ミニストップ増えればいいのにね、もうちょっとね。そうだね、うん、ミニストップやっぱでも減ってる。いや、いや、なんかあんま見ないね。イオングループだよね。そうなの。いや、イオンさんグループだから。イオンの、あ、ほんまや、本当だ。でイオンさんだからもっと展開してもいいのになって思うくらい。あれですか、イオンには気を使って3をつけたんですか。イオンさんは本当に CM 欲しいんで。ああ、私なんか全然関係ないんでイオンと言いますけども、うん、まあ、あのやっぱり特盛屋のおかけらさんぐらいになると、そう、もう僕はもう全然イオンさん、イオンさん、なるほど、ね、ファミマさん、ファミマさん、ローソンさん、さん、うん、セブンさん、さん、あのおにぎり、おにぎりちょっと詰めて、もうマジでミニストップさん、ミニストップさん、押してます、押してますか。あのどうしようかな、じゃあ。ちょっとやってみようかな。ミニストップ。くー。これ来るな。あの今の5分ぐらい使えると思いますよ。なんで前のも使ってよ。なんでだよ。いやいや今の良かったですよ。スターバックス。違うな、これは違うな。もうちょっと癒されたい女性の方たちもいらっしゃると思うし、今のはちょっと強すぎるな。なるほど。スターバックスさんは、ええ、スターバックス、スターバックス、子供の名前いいかな、スターバックスくらいの方がいいのかな。なんだろうな、どれくらいがちょうどいいんだろう。そう、私あんまスターバックス行かないんだよ。いやいや、もう僕ね、もういマジで行ってもらえれば、ええ、基本的に全部僕はできます。わりかしエディオン、エディオン、あるよ。あるんだよ、もう違うじゃん。あるやつダメ、あるやつはダメだよ。ダメだよ、だってそれ引っ張られるじゃん。ないやつの CM。 あと先輩たちがやってることは、うん、あの年齢とかキャリアじゃないよ、うん、まあ、その前にやってらっしゃる方のやつは、うん、やっぱあんま崩したくない、ね、なるほどね。それはやっぱリスペクトあるからね、そこは。レッツラゴー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 、あはあはあはあ、そこの右のところで昔チッチしたチッチチッチし、まあ、ジャケシャ撮ったね。あそこの最初で、ね、そうかそうか、うわうわあの坂俺の高級車は無理。ああ
フロント吸っちゃう？そう、フロント吸っちゃうからもう無理だった。んーよかったーって解放で言ってやってらんねーぜ。もぐもぐしてんじゃねえよ。ペロペロしてんねえじゃねえよ使えないこと言うんじゃねえよP 入れればいいだろ。今んところ P 聞いたことねえんだよ。大阪のやつは P 入ってるよ。飲み物買ってくるわ。はい、じゃあ飲み物は大丈夫。飲む。いらない？飲み物。大丈夫。コーヒーとかいらないですか？大丈夫大丈夫。一番うまい。え？僕は今、うん、はい、噛みしめてるセブンの美味しさを。うん、うまいね。セブンあるよ。もう一個もセブンあるよ。もう一個セブンある。え？一休さんに飲ませてあげたい。大丈夫です。カフェラテ、うん、カフェラテね。あのね、アイスカフェあんのよ今。ありますね、それで。これマジさ、うん、カフェ飲まないじゃん。そうね、あんまね。左手にカフェラテ、右手はアイスカフェ。アイスカフェ。ああ、またセブンが。セブンあるよ。セブンストップ、セブンストップ。もう大丈夫、セブンストップ。いや、ミニストップみたいに。セブンストップ、セブンストップ。うんうん、美味しいですか？うまい。黄色の信号は、ね、徐行ですね。徐行ですよ、はい、赤の点滅は一時停止。素晴らしい。ありがとうございます。一回落ちましたからね。試験。89点で落ちましたから、ね。二十歳の時。俺、うん、免許書き換えだ。あ、俺も。俺24日まで。1月？だって12月。そうか、1ヶ月ね。そう。あんのにって、そんな。やば。俺、ゴールド免許なんだよ。あ、ほんと？すごいね。車乗ってんのにね。どうしよう。ゴールド免許だから。一応なんかあれじゃない？なんか30分ぐらい映像を見るんじゃなかったっけ？あ、そうそうそう。俺、まためっちゃ見なきゃいけないね。なんか切ない映画というか。いや、それはほら、さ、なんか、毎日車運転していればさ、何かしらあるよ。俺たまたま良かったんだよ。有料ドライバー有料ドライバーって素晴らしい。